奈良競輪場は奈良県奈良市にある競輪場。施設所有及び主催は奈良県で、正式名称は奈良県営競輪場。競技実施は夜間中日本地区本部近畿支部。実況は滝口久志が担当。本校では廃止された奈良競馬場についても記述する。奈良競輪場は1950年に開設され、過去には奈良市も主催していた。 1984年からの2月には、記念経輪として、春日賞総派戦が行われている。なお2006年2月は、初の特別経輪である、第5回西洋座戦を行ったため、記念経輪は実施せず、春日賞は2日目のシード優秀競争として行われた。他にも、2010年10月には共同通信社早役、本番が行われた。 2004年7月から A 級ツイントーナメントで前半戦、イーストステージ、後半戦、ウエストステージを実施していたが、2005年12月16日をもって終了している。トータリゼータシステムは日本トーターを採用している。2016年7月6日からミッドナイト競輪が開催されている。また、2020年1月25日よりナイター競輪を実施している。 入場料は無料だが、特別観覧席への立ち入りは有料である。2009年8月4日より、シゲカツ式投票、ジャリロートの発売が開始され、2012年12月10日からの開催より、キャリーオーバーを共有する、グループ C としての発売となり、玉野競輪場、高松競輪場、高知競輪場、広島競輪場と共有している。 なおキャリーオーバーの対象外であるチャリロートさんは奈良単独で発売される。2017年9月28日より、場内にチャリロートプラザがオープンし、会員登録により、シげカツ式の購入が現地でも可能となった。一周333メートルを使用している。コーナー上にゴールがあると言われるほど極端にゴール、前の直線が短いバンクで、 スピードを維持しやすくまた出しやすいので圧倒的に先行、めくり選手有利。後方に置かれると手も足も出なくなるので、展開の移り変わりが激しい。バンク全体を観客席で囲まれており、建物の合間から風が入り込み渦巻くことがある。長年一般席のみであったが一部を改造し、バックストレッチ側に特別観覧席が設置された。 2019年2月、奈良県が県所有の施設について耐震性を調査したところ、この奈良県林上では耐震性を示す構造耐震指標がいずれも1965年完成である中央スタンドで0.03、東サイドスタンドでも0.16と低く、震度6強以上の地震で倒壊する危険性が指摘されたことから、現在は 具体的な耐震化対策が出されるまで、中央スタンドと東サイドスタンドは共に3階部分は立ち入り禁止としている。また同様に、車検購入窓口、払い戻しも限定しており、それらの業務はほぼ機械化されている。バンク、スタンドには、大型モニターは設置されていないが、メインスタンド1階にホールがあり、ここに大型モニターが備えられているか ステージでは時折イベントが行われる。2コーナーと4コーナーの両方に同じ着順表示板が設置されている。固く収まるレースが多いがハランジの額も大きく、競輪の3連単市場最高額配当金である476万700円が出たバンクでもある。特徴的なお結び型をしている奈良競馬場。右下が近鉄平城駅。 敷地内から北東隣接地にかけて、かつて奈良競馬場があった。奈良県は羊畜産組合によって地方競馬で運営され、当初は1929年に伊駒郡と後村にて開設されたが、規模が小さかったため、1939年に現在地に移転した。元の天勝寺競馬場は、積水化学の工場のところであったらしい。 1950年に休止となり、1954年に廃止された。阪神競馬場内回りコースに似たお結び型のコースで、地方競馬としては、最大クラスの一周1600メートル、秋篠川沿いにホームストレッチがあり、平城駅駅前付近は3コーナーであったと考えられる。スタンドは、元の京都競馬場の木造スタンドを移築したものであった。 現在の道路形状に当時のコースの名残が残されており、航空写真でも一目でわかるため、文化財関係機関に年に数回は遺跡ではないかといった問い合わせがあるという。廃止後は奈良県吉野町の津風呂ダム水没地の大大地として供与された。ヒ天ちゃんに関するカテゴリー、奈良競馬場に関するカテゴリー。ありがとうございます。